です、うん、小さく育てて、あ、うま、産んで小さく育てます。絶対あの大きくするつもりないですね、うん、小さなままでいいと思ってるんですよ、うん、だからカナさんのやってるその小さな会社、小さな会社っていつも言いますけど、まさにそこに私としてはぴったりだなっていうふうに思ってますんで、うん、あのこれがちょっと私のねビジネスにおける自分のモットーです、うん、で、まず自己紹介なんですけど、先ほどあの、まあ、ちょっとお話になりましたように、私はもともとはですね銀行員です。アナウンサーっていう仕事はやらないでですね、まあ、学校卒業して、まあ、銀行員として社会人生活を始めました。で、私がですね入行した時にはですね、まさにですねもう本当にねバブル絶頂期なんですよ、うん、もうすごかったですね。26歳の時のボーナスがですね大体300万ぐらいです、1回の支給が。それが普通でした。で、周りもみんなそんな感じで、とにかくもう、ですね、30過ぎて1000万超えなかったらよっぽど能力ないですねって言われたような会社だったんですね。で、当然もうブラックなんていうもんじゃなかったですね。だからあの今電通でちょっと問題になってますけど、100時間残業してブラックって言ったらうちはどうなんだろうと思って、多分100なんてもんじゃなかったですね、うん、ですね、ちなみにうちの銀行は朝7時半までには必ず入んなきゃいけません。で、夜はだいたい幽霊っていうのがあって11時から始まるんですよ。夜の11時から幽霊ですね、うん、で、終電までに帰れれば、まあ、ラッキーかなっていうのが毎日続きます、はい、それがずっと続くような、もう本当にわけわかんないような、あのもう本当にブラック中のブラックだったので、そこに約15年間勤めてですね、分かったことはもう本当サラリーマンっていうのはとにかく使われるのが仕事だなってことがすごく分かったんですね、うん、で、ただ銀行がそのバブルが弾けて1999年にですね、まあ、うちの銀行というか私の勤めていた会社がですね、まあ、民事再生というか、まあ、破綻しましてですね、でその時にどうしようかなと思った時に一つ思っていたのは、これ、まあ、これからねちょっとビデオをご覧になっている方もいると思うんですけど、サラリーマンの方に絶対言いたいのは、うん、銀行であっても潰れる、つまりもうね安定というのは存在しないんだなってことがこの時私はすごくこう身をもって分かったんですね、うん、だからサラリーマンっていうのは安定かなっていうととんでもなくて、もう本当に会社が潰れてしまえばもうそれで終わりっていう形だったんです。で、この後どうしようかと思って考えた時に、私が一つ、ちょっと頭の中にあったのは、将来独立して自分で会社を作りってもいいかなっていうのがチラッとあったんです。チラッと、そこでですね、チラッとです、まだないです、その時には。その時に転職の一つとして生命保険の営業になって、フルコミッションで一回働いてみようと、生命保険の営業ですね、これで、とにかくフルコミで働いてみてですね、自分の、実力がどんなものかっていうのをですね、ちょっとここで試してみようかなというふうに思いました、うん、でですね、実際の東京海上、まあ、皆さんお気になったことあると思うんですけども、東京海上安心生命という保険会社のいわゆる、直販のですね、まあ、フルコミの社員として入社いたしまして、そして、生命保険の販売を私の方で始めました。私の方で会社に所属してですね、38ですね、あ、37ですね、37、はい、7で転職しましたんで、まあ本当数年間やりました。その時貯金、貯金は、まあ、そこそこありましたね。まあ、俗にその生命保険の振込書の仕事をやったときに、銀行時代の年収を上回ってしまったんですよ。一番ピークで2000ちょっとぐらい、その時はありました。2200万ぐらいですか、年収が。年収がですね。これで生命保険の振込です。生命保険で、はい。大体、生命保険の振込で、大体2000万クラス普通なんですね。普通そのぐらい稼がないともやっていけない商売というか、1000万ぐらいだとちょっと赤字になっちゃうかなって、結局全部自分の持ち出しなので、サラリーマンじゃなくて経費は全部自分持ちですので、はいはい、ですから売上イコール収入ではないんで、2000万もらってもそれが年収かっていうとちょっと違うというか、はい、それがサラリーマンとは違いますけれども、うん、ただ、まあ、社長杯っていうのに入賞したり、まあ、表彰されたりなんかして、そこそこは営業としては、まあ、我ながら頑張っていい成績を残していたんですけども、はいはい、40ですね、2歳ぐらいの時にですね、私ある本に出会いまして、はい、で考え方がですね、もう革新というかガラッと変わったんですね。でですね、これ残念ながら加山さんの本ではありません。はい、ですね、その話をちょっとしたいと思います。はい。はい、ロバート清崎のですね、金持ち父さん貧乏父さんって多分お聞きになったことあると思うんですけども。お読みになったこと全員あります？皆さんありますね。立ち読みだけ。そうです、立ち読みだけですか、はい。はい。あれを読んでですね、私がこれから先どの道を進んでいくかってことをバーンとこう確信したんですね。で、あの本の中でこれ多分覚えてらっしゃる皆さんよく分かってる方いると思うんですけれども、キャッシュフロークワドラントというこういう表なんですけども、まあね。知ってる方はもう あれかと思いますけれども、 E というのがいわゆる従業員、エンプロイヤーですね、従業員ですね、
従業員、私ちょっと字が気になってすみません。で、S っていうのは、まあ、セルフエンプロイヤー、自営業ですね。自営業。で、B というのがビジネス、オーナー。で、I というのはインベスターですから、これ投資家ですね。こういって、でこの表は何かというと、すべてお金を得ている人、社会人は、この4つのカテゴリーのどれかに所属してますよという話ですね。まあ、皆さんもあのお聞きになったことあると思うんですけども、世の中のサラリーマン、公務員も含めて、給料をもらって生活している人は、エンプロイヤー、いいですよね。そしてですね、S の人はどういう人がいるかっていうと、自営業、あと作家とか、まあ、弁護士、会計士、これからまあ接骨院自分でやってる方とかね、そういう方は S。それから B というのはビジネスオーナーですから、そういったビジネスを所有している人ですね。で、自分が働かなくてもそこを所有しているところから利益をもらっている人で、 I というのは投資家ですから、例えば不動産だとか、それから株式とか、それからまあいろいろありますよね、まあ、社債とか、まあ債権とか、そういったもののから得る、いわゆる収益で暮らしている人、こういうふうになるんですね。で、ロバート清崎の話の中で私が一番バーのガーンと来たのは、もしあなたがお金持ちっていうか、あの資産を築きたかったら、こっち側の住人にならなければいくらあがいても絶対にお金持ちにはなれないですよっていうのが結論付けてるわけなんです。つまり E であっても S であってもダメなんですね。サラリーマンで成功したとしても、やっぱり所詮サラリーマンなんですよ。あの直近だと、例えばイトーヨーカドーのヨーカドーグループのあの方、成功したね、大鈴木会長さんいましたけれども、でもあの人はエンプロイヤーでしたよね。サラリーマンですよね。だからオーナーが、鈴木会長、お前悪いけどもうクビって言ったら、その日のうちにクビになりましたね、あの人。サラリーマンだからですね。でですね、S、確かに自営業で成功してる人たくさんいますよ。例えば医者とかね、まあ、開業医とか、そういう人いますけど、でもその人が働かなければ収入っていうのは得られなくなりますよね。で、民営行くとどうかっていうと、これ実はですね、ビジネスオーナーっていうのは誰が働いてるかっていうと、自分じゃないんです。こっちは他人に働かせて収入を得てます。それから I というのは、お金に働かせて収入を得てるという人ですね。ですからこの表を見たときに、私は E や S じゃなくて、このですね、B のカテゴリーに行きたいなっていうことをすごく思ったんですよ。ああ、最初から。そうです。最初からです。で、B に行く場合の一番の王道は、E から S、S から B、そして I というのが、これ王道です、うん、誰が何と言おうと。つまり会社を辞めて脱サラして、自分で何か技術を持って好きなことやなんかで立ち上げて、それを発展させて会社組織にして、他人に社長を譲って、自分は株主として収入を得て、そしてですね、インベスター投資家にもなりますよというのが、これが王道なんですよ。ところがですね、私はこの S というのからこの B に行くのがなんか面倒くさかったんですね、まあ、今もずっとそう思ってます。なので直接 E から D に行ける方法はないかなと考えたら、実はですね、これあるんですよ。どういう方法かっていうと、徹底的に他人に働かせるっていう方法です、うん、もう本当それしかないんですよ。自分は働かないんです。他人に働かせるっていう方法で B をなるんじゃなくて、 B を目指して自分でシステムを作っていくっていう方法で何とかできないかなっていうことを考えました。で、私の企業動機はまさにこれです。金持ち父さん、貧乏父さんの中で、このキャッシュフラークワドランドの4つの中で、最初から B を目指すので S は目指さなかった。 S になってから B になってってんじゃなくて、最初から僕はもう B になろうと、 B イコール I でもいいんですね。そういうふうになって、これはもう自分の中から除外しましたという形で起業したというのが起業動機です、うん、要はここを目指すんですね。結構これここを目指すとなると、結構いろいろと大変なことがたくさんありますけども、うん、はい、その前にですね、じゃあどうやって起業したかというところで、今、ね、現在会社勤めの方たくさんいら、あの会社勤めの方いらっしゃいますけども、その人にですね、口を酸っぱくして言いたいのはですね、私は起業するときに考えたんですけども、ですね、会社をですね辞めないんです。これちょっとひどいでしょ。絶対に私は会社を辞めたらまずいと言いました。実際私が起業したのは43歳の時なんですよ。43歳の時に自分で会社を作りましたけれども、東京会社安心生命を退職したのは45歳の時ですから、これ2年間ですね、なんと会社にいながら会社を経営したっていう、すごいです、うん、これできるんですね、やろうと思えば。会社を辞めないっていうのは、なんで辞めないかっていうと、
給料が欲しいからです単純に言うと、要はですね、起業したってそう簡単にですね、あのお金もらえないんですよ。で世の中の、まあ、これよく言う話なんですけど、100人サラリーマンがいたら10人ぐらいは起業してもいいなって人がいるらしいです。 10% で、実際この10人の中で起業する人は1人だそうです。でこの1人の人も起業して10年持つ人は 0.5 人だそうです。こういうなんか方式があるそうなんですね。と考えると、この100人の中で10分の1、その中で起業できる人は1人で、それでまた10年間ずっと続けられる人は 0.5 人って考えると、ものすごく確率が低いじゃないですか。なんでこんな低いのかなと思うと、独立してもですね、大体5年ぐらいでもう7割8割の人が辞めちゃうんですね。もう会社を畳んじゃう、畳まざるを得なくなる。それなぜかというと、もうはっきり言ってこれが回らなくなるんです。お金が絶対回らなくなります。でこれを防ぐためにはどうするかというと、私考えたのは、会社にいて給料をもらいながら、ある程度自分の作った会社がそこそこ、こう、まあ、儲かるというか、キャッシュフローが上がってきた時点で会社を辞めても遅くはないんじゃないかというこういうことをですね思いました。で、それをですね実行に移すべく、まあ、今でも思い出すんですけど、43歳の時にですね、会社にいながらですね、あ、ちなみにあの就業規定には副業して兼業しちゃいけないっていう規定がバッチリ書いてあります。はっきり言って、だからこれはもう会社規定違反なんですよ。あの兼業はダメと書いてあるんですね。兼業はダメ、兼業はその時は生命保険ですか。そうです、生命保険も兼業ダメです。いけないんです。具合でも、具合でもダメです。やっちゃいけないんです。代理店ダメです。ダメなんです。ダメです。兼業はノーです。書いてあります。一応社員ですから。やっちゃいけないんです。で兼業はノーなんですけども、これ皆さん知らないことがあるんですけどもね、公務員は絶対ダメなんですよ。兼業は絶対なんですけど、一般の民間の社員に関しては、兼業したからお前はクビだっていうことは基本会社は言えないです。なぜかというと職業の自由があるので、別に兼業したからお前クビだよってことは言えないと思うんですよ。ただしその兼業によって本来の業務とか、それからにこう差し障りが出たりとか、あと今やっている仕事の例えばお客を取っちゃうとかね、それから関連性がある仕事でそのこう業務にいわゆる影響がある場合には、それによってクビだとか言って懲戒処分を食らうこともあるかもしれません。でも兼業はノーっていうこのいわゆるですね、就業規則そのものがあのファジーですね、絶対ダメだとは言えない状態です。今現在ですね。で結構逆にあの今はあの副業をねすごくこうなんていうか進めている会社もありますけれども、で私は、43の時に自分でですねアクロスアカデミーという会社を作りたんですね。作りました。でですね、最初じゃあ起業する時に皆さん絶対考えることはこれじゃないですか。ビジネスモデル、これ考えますよね。会社作る時に一体どんなビジネスモデルで自分は会社を作ったらいいか、やっていったらいいかって考えるんですけど、私が考えたのはもう一切無視する。ビジネスモデルをどうするかなんて考えるだけでも無駄だなって思ったんですよ。で理由はなぜかっていうと、こんなものに頼ってるから潰れるんですね。だって世の中レッドオーシャンだブルーオーシャンだっていろいろ言いますけど、そんなもの私自身はもうと存在しないです。もう世の中全てレッドオーシャンだと思って間違いないと思います。ですから簡単な、誰でも儲かるとか今ありますけども、ビジネスモデルを何にするかって ここから入るから皆さん失敗するんじゃないかなっていうふうに私はこれ銀行時代からずっと見ててみんなそうなんですよ。大体独立して失敗してる人っていうのは頭の最初にこれを持ってます。どのビジネスモデルでやるかで失敗するんです。でこの失敗するビジネスモデルの典型はですね、もう本当にね、私つついてます。自分の好きなこと、自分のやりたいこと、自分ができること、自分が資格を持ってること、こういうことで起業する人はほとんど全滅ですね、これ不思議なんですよ。カウンさん、なんでなんですかね。まずでこれで成功してる人って私の周りはほぼ皆無です。本田健とかね、何なんだろう。自分の好きなこと、やりたいこと、できること、資格を持ってること、要は自分だったらできるなっていうことでビジネスモデルを作って起業する人はもうほんと 99.9% じゃないかなっていうぐらい周りでみんな、まあ、うまくいってない人が多いんですよ。これほんと不思議な現象で、ね、いやたまにいますよ本当に。ああこの人自分の好きな人で、だから書店に行ってですね、好きなことで独立するとか、あなたの得意なことで起業しましょうって書いたらこんな詐欺もいいとこだなって思うんですよ。それは実際周りを見ててそうだから。
だからこっから導き出した答えはただ一つです。もう本当に自分が全く知らない、できない、わからないことで独立すればうまくいくんじゃないかなっていうふうにまず思いました。これもう逆転の発想で、もう全然自分は何もさっぱりわかんないけど、そうするとどういうことが起きるかって、自分は知らないから、他人に任せるしか方法がないんですよ。なぜか自分が知らないしできないしわからないから、でこれを徹底的にやろうかなっていうふうに最初から思いました。でですね、私が最初、会社を辞めて、辞めないでですね、でそのまま、事業を展開して